聖駒屋五代目、中村福助5月10日から1933年8月11日は、歌舞伎役者。本名は、中村慶事、東京月中まで。屋号は、聖駒屋。縄文は、祇園神。拝命に、梅つぼみ、周五代目、中村歌右衛門の長男。愛称に、慶ちゃん福助。1904年7月、数え四つの時に、 東京座で二代目、中村千代太郎を襲名し、神奈川期待兵器の塩谷の息竹若で初舞台。1916年4月歌舞伎座、慶賀の子娘道成寺の白拍子花子で五代目、中村福助を襲名。以後は、初代、中村吉右衛門の相方を務めることが多く、美貌的品のある芸風で人気を集め、時代を担う若手の花形役者として、 将来を職望されるようになった。1925年に大阪宗江門町の新山戸屋の梅渡ると結婚。羽衣会を主催し舞踊活動の充実化を推進していたが、1933年8月11日、神奈川県葉山の別荘で腹膜炎と胸病を併発して休止。33歳坊津。当たり役は、 慶賀の子娘道成寺の白拍子花子、春京教授氏の女御章、弥生、芋瀬山婦女定金の日などり、籠ゴ鶴部加外水星の八橋、奏で本中心蔵、九段目の小波など、五代目福助の実定に六代目、中村歌右衛門がいる。ただし、六代目歌右衛門に関しては実際は、この五代目福助の子で、 弱敗のみでできた子を世間体が悪いということで、父の子、つまり自分の弟ということにしたという説もある。七代目、中村主観は、長男。九代目、中村福助と八代目、中村主観は孫。六代目、中村勘九郎と二代目、中村七之助はひ孫にあたる。ありがとうございます。